いっちゃんメディコです。シリーズでお伝えしています冬に注意したいこと、今回は食べ物を詰まらせた時の対処について、富山大学医学部救急医学講座の土井智明教授に聞きました。年末年始になりますと、例えばお餅を食べられる機会が増えたりします。そうするとそういったものを喉に詰めてしまうというような、いわゆる窒息というものも多いと思われます。やはり高齢者の方が多くなると思います。食べ物を喉に詰まらせる事故はお年寄りに多く発生しています。事故を防ぐには1センチから2センチほどの一口サイズにして食べるようにしましょう。食べ物が喉に詰まったらどうなるのでしょうか。食べてる最中に急に声が出なくなります。そして喉を押さえるような仕草をしたりしますので、そういったことで気づかれる方が多いです。声が出てるかとか、咳込んでいればまず大丈夫だと思います。もう咳も出ないような状態は非常に危険な状態だと思います。危険な状態だと思ったらすぐに救急車を呼びましょう。救急車を呼んでください。空振りでもいいと思います。もしかしたらその場で出てよかったっていうところで、そこでキャンセルすればいいだけですので、そこはなかなか難しい判断ですので、迷ったら呼んでいただく方がよろしいかと思います。食べ物が詰まったとき、どう対処したらいいでしょうか。よくやられているのは背中を叩くというような方法。ご本人の肩甲骨と肩甲骨の間を強く1、2、3、4、5と5回ほど叩いていただくと。食べ物が喉に詰まったら背中の肩甲骨と肩甲骨の間を強く叩いてください。そしてお年寄りと同じく子どもにも注意を払ってください。やはり離乳食が始まる6ヶ月ぐらいからですね、だいたい4歳までがそういう窒息の報告が多くなってます。子どもが喉を詰まらせたことに少しでも早く気がつくポイントは何でしょうか。急に喋らなくなると、活発に動いてた子がいきなり動かなくなるというのが一番のサインだと思います。そこで声が出てるかどうかということを確認します。咳が出てればまずは大丈夫ではないかなと思うんですが、咳や声が出てるかというのをまず確認していただくというのがいいと思います。危険な状態だと思ったら迷わず救急車を呼びましょう。では子どもの場合はどう対処したらいいでしょうか。足の間に手を入れていただいて首を支えます。それで少し頭を下げていただいて、こっちの足は脇にこう抱えると少し安定すると思いますので、ここで背中を叩くと1、2、3、4、5と叩いてこう出るかどうかっていうのを試していただきたいなと思います。叩くのは肩甲骨と肩甲骨の間、ここを1、2、3、4、5と強く叩きます。あまり十分噛めないということも予想されますので、例えばつるっとしたもの、例えばプチトマトとかああいったものや、こんにゃくなどの入ったゼリーとかですね、そういう固めのゼリーですね、あと団子、あとは豆類など、そういったものは気をつけていただいた方がいいかなと思います。やっぱつるっとしたものは少し刻んでいただくなどで少し工夫できるかなと思います。またあと食べるときはやはり親御さんなど大人の方がついてよく観察して揚げていただきたいなと思います。お年寄りや小さなお子さんがいるご家庭では食べ物を喉に詰まらせないよう十分注意してください。餅などをこう喉に詰められたときは緊急事態ですので、そういったことはですね、皆さん家族皆さんで、特に高齢者の方やお子さんなどには注意を払っていただいて、まず未然に防ぐということが重要だと思います。またもしそういう場面に遭遇した場合ですと、やはり声が出るかとかですね、そういったものをしっかり観察していただいて、緊急事態ですので救急車を呼ぶことをためらわずにというところと、また背中叩くなどそういった処置もありますので、そういったことを試していただければいいかなと思います。クリスマスやお正月など普段と違う食べ物が食卓に並ぶ機会が増えます。お年寄りや小さなお子さんがいるご家庭では注意してください。次回は肩こりをテーマにお送りします。いっちゃんメディコでした。